こんにちは。今回のご紹介はラブーンブログの読者様からのリクエストとなりまして、こちらのマックスインの MDR-010A5 カイという製品のレビューとなります。他社様のチャンネル等を探して見ていただいてたんですけれども、この製品のレビュー動画が上がっていないと、まあ、いうこともありまして、まあ、今回こちらの方、まあ、マックスインにご協力をいただきまして、まあ、レビューということでさせていただきたいと思います。でこちらの製品はですね、まず結論を言いますと、ポーミドの PRD51C とほぼ同じ製品となっております。ただ PRD51C と違う点っていうのがありますので、そちらを踏まえてご紹介をしていこうと思います。でこれ最初ポーミドが扱っていた製品なので、やはりポーミドの製品っていうのは非常にクオリティが高いと、あまり中国製っていう感じがしないっていうのがね、ポーミドの製品の特徴になってくるかと思うんですけれども、非常に久しぶりにゴムバンドタイプのこのドライブレコーダー、これ12インチあるんですよね。だ結構大きいタイプのデジタルミラードライブレコーダーになっておるんですけれども、まあ今まで私はですね、LMR の001という、まあラブーンのセレクトショップの方でもご紹介させていただいている、販売させていただいているデジタルミラーなんですけれども、まあこちらなんですけれども、まあこれとね、比較をするとですね、もうこうかなり大きさの違いっていうのが、わかるんじゃないかと思います。まあ、こちら純正タイプで9インチなんですけども、こっちが12インチなんで、まあ、かなり大きさの違いっていうのがあります。で、もう一点目なんですけども、これ見ていただきますとですね、この LMR001 って LVDS 方式ということで、まあ、デジタル信号方式のデジタルミラーになっておるので、MDR の PRO1 と方式的には同じなんですね。で、昼間なんかは特にこのデジタル信号方式のデジタルミラーの映像っていうのがよりこう鮮明にね、映る、非常に明るいっていうのがお分かりいただけると思うんですけれども、このアナログ転送方式のこちらの C010A5Kai とこう比べてみてもですね、この明るさというのはね、かなりね、検討しているのがね、お分かりいただけるんじゃないかと思います。これ見ていただいてもですね、引けを取らないぐらい明るいというところですよね。まあこういったところなんかもですね、まあ一番最初にポーミドがリリースしているわけなんですけれども、ポーミドらしい製品のこうチョイスをしてきているなっていうところがですね、伺えるというところもね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。本体の詳細もちょっと見ていこうと思うんですけれども、まあ、これ12インチということですね。で、これゴムバンドタイプということです。で、裏を返してみますと、なんか見たことあるところのデジタルミラーだなっていうのが、詳しい方は気づいていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、このような形になっております。もうまさにポーミドですよね。ゴムバンドタイプなんだけども、見た感じのクオリティは非常に高いという感じです。こちらに物理ボタンと SD カード、それから USB-C ですね。こういう USB-C が導入されてるっていうところに関してもやっぱり質感の高さを感じますし、またこの配線自体がですね、この USB-C のみになってるっていうところもね、非常にクオリティの高いところ、やはり見た目もね、非常に大事なところになってきますので、まあ、この製品の特徴になってくるかなと思います。下側に関してはこのリセットボタンがあるのみと、まあ、いうことになっております。純正交換タイプと違うところっていうのは、やはり何と言いましてもこのようにパッと取り付けができると、まあ、いうことになります。この12インチでかつ横幅が非常にね広くなっておりますので、こうリアビューの視界というのがですね、非常にいいなっていうところもですね、この製品の大きな特徴になってくるんじゃないかなと思います。でカメラ自体はこれ別体式になっておりまして、まあフロントカメラに関してもポーミドと同じ仕様のものになっておりまして、ここに電源ボタンがついておるんですけれども、まあここで電源のオンオフができるようになっています。でもう一度電源を立ち上げますけれども、はい、これマックスインの製品になっておりますので、まあ、マックスインのロゴが最初に出てくると、まあ、いうものになっております。ポーミドの PRD51C との違いでっていうと、リアカメラなんですけれども、もうちょっとこう見たくれを良くしたいということで、まあ、カバーが標準で装備されております。マックスインの独自の仕様になっております。
次にインターフェース中身を見ていこうと思うんですけれども、まず PRD51C との違いでっていうと、ズーム機能がこの製品にはついておりません。 PRD51C はズーム機能というのがついておるので、後方車両のまあ距離感というのを自分の好みに合わせることができるんですが、まあ、これはそれがついていない、この軌道調整のみがここでは調整できるようになっているとまあいうものになっております。ここ押していただきますと、ドライブレコーダーの画面ということでフロントとリアで、ここ押してタップしていただきますとリアフロントということで切り替えができるようになっております。で、静止画とあとはこちらロックで映像の方を保存できるとまあいう仕様になっております。で、またこちらを押していただきますと、収録動画、一回これ録画止めないと収録動画に飛べないようになっております。収録動画非常に見やすくなっているっていうのもこの製品の大きな特徴になるかなと思います。これ Wi-Fi ついてないので、まあ、アプリ上でファイルの管理っていうのができない分、デジタルミラーの画面でファイルを確認すると、まあ、いうことができるようになっております。非常に確認もねしやすくなってるっていうところもこの製品のいいところになってるんじゃないかなと思います。時間に関しましてもしっかりと表示されておりますし、でこちらを見ていただきますと、日付ごとでフォルダーが分かれるようにもなっておりますので、収録動画の管理も非常にしやすくなっていると、まあ、いう点においても特徴的な部分になってくるんじゃないかなと思います。で、次に設定に関してなんですけど、この歯車のマークの部分なんですが、で今回私が使ってるのはこれ SD カードは32ギガのものなんですけれども、製品版に関しましては64ギガになっているかと思います。で、またループ録画は1分2分3分という設定になっておりまして、あと録音に関してもオンオフ切り替えで、 G センサーの感度も低中高オフで、駐車監視モードっていう部分に関しましても、このクラスのデジタルミラーになってきますとやはり駐車監視意識される方もいらっしゃると思います。で、ここもすごく、ここもセールスポイントになってくるんですけれども、タイムラプス録画は、まあ、常時まで設定ができてしまうと、まあ、いうことになります。で、車のバッテリーの保護ということで 11.8 から 12.2 ボルトの間で設定ができるようになっております。で、リアカメラのフリップということで、これはですね、使っていただくと分かるんですけれども、カメラのね取り付けの自由度っていうのが上げられるんですよね。で、これ今逆になってますけれども、まあ、カメラの自由度、取り付けの位置ですね、今配線が上になってる、上になっていてカメラを取り付けてるんですけど、配線を下から通して取り付けるっていうこともできるという点になります。まあ、こういったところも車によって、車の仕様によっても変わってくると思いますので、まあ、リアカメラの自由度っていうのは、取り付け自由度っていうのは、まあ、高い方がいいということで、こういった機能があると非常に便利かなと思います。で、リアカメラの矯治ですね、矯造清掃ということで、これもデジタルミラーとしては必須の機能になってくるかと思います。で、画面モードということで、まあ、カメラとミラーということで設定ができるようになっているのと、あと輝度は低中高なんですけれども、まあ、手動で先ほどご紹介したんですが設定するということもできます。だから音量の設定、それから日時の設定、これはもうGPS がですね、ついておりますので、特に手動で設定する必要っていうのはないんですけれども、ここをタップしていただければ、手動設定というのもできるようにもなっております。スピードユニット、ガイドライン、ロックファイルの上書きの有無、オートフォーマット、初期設定の初期化、本体情報ということで、こういった仕様となっております。で、ここを押していただきますと、最初の冒頭の画面に戻るといった非常にシンプル設計になっているというものになっております。またバック連動機能なんですけれども、こちらです、はい、このように、まあ、地面の方をですね照らしてくれますので、まあ、今これ砂利中なのでラインは引いてないんですけれども、ちゃんとラインが引いているところでしたらしっかりと位置の把握ができるようになっておりまして、これ各々でアングルの調整っていうのができるようになっておりますので、まあ、非常に便利な機能になっているということが言えるんではないかなと思います。今回のこの MAXIN の製品のハイライトの一つとして、このようにリアにカバーがつくようになっております。で、これ、まあ、簡易的に私これつけてるんですけれども、まあ、こういう感じで
外れるようになっております。まず見た目をすごく気にされる方に関しましては、まあ、こういったカバーがあると、まあ、スマートにリアカメラの取り付けができるということがありますし、またリアハッチにカメラを設定する場合、例えばですね、まあ、こういったサンバイザーみたいなものがですね下に置いてあると光が入った時にガラスに映り込んでしまってデジタルミラーが見えにくくなるっていうこともねあったりするんです。まあそういった時に、まあ、こういったカバーをつけておきますと荷室からの反射っていうものが防げると、まあ、いうことで、まあ、見た目もありますし、また機能性という意味においても、まあ、このカバーというのはあると非常に便利なアイテムになってくると、まあ、いうことになっております。もう一点このドライブレコーダーのセールスポイントということで挙げさせていただきたいんですけれども、まあ、ポーミングの製品もそうだったんですが、このカメラのアングルの自由度が非常に高いという点になります。車によってはこのハッチのこの角度、起きている車もあれば寝ている車もあるわけなんですけれども、従来のブラケットですと取り付けができにくい場合、要するにデジタルミラーになっておりますので、デジタルミラーってモニター上で上下の角度調整っていうのはできるんですけれども、最終的にはこのカメラの角度をちゃんと調整してあげないと自分の見やすいポイントにアングルというのが上下方向なんですけれども合わせられないっていう場合があったりします。まあそういった時にですね、このブラケットが非常に重宝しておりまして、リアのハッチが寝ているクーペ形状の車でも取り付けができますし、またこういったコンパクトカーのようなリアハッチが起きているような車等でも取り付けができるということで、まあ、取り付けの自由度が非常に高いという点においても、このデジタルミラーのリアカメラ優れているポイントになっているということで、安心して取り付けするということができるという点においてはセールスポイントになってくるかなと思います。それでは次に昼夜のミラーの見え方ということでご紹介していきたいと思います。やはりこれはデジタルミラーということで、ドライブレコーダーのみならず、まあ、ミラーとして使う製品ということもありますので、まあ、見え方がどうなのか非常に気になるところかなと思いますので、ご紹介していきたいと思います。まず第一印象なんですけれども、まあ、今ちょうど光が車のこう前から照らし出されているんですけれども、そうしますとデジタルミラー自体の輝度が低いものになりますと、何が映ってるのかっていうのが分かりにくかったりするっていうことがね結構多かったりするんですけれど、このミラーに関しては先ほどもね冒頭でご紹介したんですけども、まあ、LMR とね比較をしてもその暗さっていうのがね結構ね少ない、輝度ということにおいてはかなりね検討してるんじゃないかっていうことでご紹介させていただいたんですけれども、実際にこれ運転してみてもやはりね明るさっていうのが非常に際立ちます。で今私サングラスしてる状態なので、まあ、見えにくいっていうのがあるんですけど、裸眼で見るとですねもうより一層明るく感じるところがあるので、まあ、リアの視界に関しましてはもう手に取るように分かると言ってもいいぐらい、まあ、12インチのですねディスプレイを使ってるっていうこともありますので、もうリアに関しましては手に取るように分かるということで、すごくね安心感の高いミラーになっているということをね皆様にお伝えすることができるんではないかなと思います。サンバイザー自体はですねやはり今これフィットにつけてるんですけど、やっぱり、ね、当たっちゃうっていうのがありますね。だから12インチでリアの視認性はものすごく高くなってる、嫌でも目に入ってくるっていうのがあるんですけれども、まあそれと引き換えにやはりバイザーに干渉してしまうっていうことがちょっとありますので、まあ、バイザーが使えないっていうことはないんですけれども、まあ、バイザーが干渉してしまう、完全にバイザーを稼働させるっていうことはできなくはなってくるんですけれども、まあ、その辺をどのように考えるかっていうことで、まあ、取り付けの時っていうのは考えていただく必要っていうのはあるかもしれないかなと思います。で今度はですね後ろから火が当たっている状態、まあ、この状態ですとね非常に明るくミラー自体も見えるようにはなるわけなんですけれども、リアカメラのレンズに太陽光がしっかりとこう入ってきておりますので、カメラの映像自体も明るいですし、このデジタルミラー自体も非常に輝度値が高くなっておりますので、リアの視認性という意味においては非常に良好になっているということが言えると思います。一番暗くするとこういう形になりますけれども、はい、明るくするとこんな感じになりますので、もう嫌でもリアの状況っていうのが
しっかりと目に入ってくるというぐらいですね、非常にこれはコスパの高いいいデジタルミラー、皆様にお勧めできるデジタルミラーになってくるのかなと思います。それでは夜間のデジタルミラーの見え方ということでご紹介をしていきたいと思います。まずこのリアカメラのスペックなんですけれども、200万画素ということではあるんですが、ソニーセンサーというのは搭載されておりません。でまた HDR から WDR 補正なんですけども、そちらも細かく掲載はされていないので詳細はちょっとわからないんですけれども、今後ろに車止まっている状況ではあるんですが、ヘッドライトが照らされて後ろの車のナンバープレートがデジタルミラー上で見えないかというとしっかりと見えておりますので、 HDR によって白飛びというのは抑えられてるんじゃないかなというふうに思います。で、今16号という国道を走ってるんですけれども、こういった大きな道でしたら周囲の状況っていうのは非常につかみやすくなっていますし、夜でも癒し会というのは良好であるということはお伝えできるんじゃないかなと思います。ただ少し暗いところにですね差し掛かってきますと、今ちょうどね少し暗いところに入ろうとしているところなんですけれども、 WDR 補正がですねあまり効いていないせいなのか、イメージセンサーの問題なのかは定かではないんですけれども、この道路今これ2車線2車線で、まあ、4車線分しっかりと収録されているのはお分かりいただけるかと思うんですけれども、この歩道のこの薄暗いところですと少しですね、まあ、黒つぶれっていうのが、まあ、ちょっと気になるかなっていう気がしなくはないかなとは思います。こういった薄暗いところに入ってきますと、やはり後ろの状況っていうのがですねちょっと分かりにくい。街灯は少しはあるところを走ってはいるんですけれども、後ろのそのリアの状況、道がどこにあるのかっていうのがですね、ちょっとね、つかみにくいぐらい黒つぶれっていうのが、まあ、気になるかなっていうところはね、あるかもしれないです。なので、街灯がほとんどないような真っ暗闇なところを走行されるという頻度が多い方ですと、ちょっとおすすめはできないところかなとは思うんですけれども、私埼玉に住んでるんですけれども、細い道でも、まあ、街灯がところどころあるようなところでしたら、まあ、リアの視界っていうのは、まあ、そこそこ確保できるということなので、まあ、さほど大きく不自由は感じないんじゃないかなと思います。はい、ということで今回なんですが、ラブーンブログの読者様よりリクエストをいただきました、マックスインよりリリースされております MDR の C010A5回のご紹介をいたしました。まあ、こちらのデジタルミラーなんて言いましても、ワイドで12インチでミラー自体の輝度が高いと、またカメラの映像も非常に明るいということで、日中はリアの状況というのが手に取るように分かるということで、非常に見やすいデジタルミラーであるというふうに思いました。ただ夜間なんですけれども、まあ、今駅前走っているので、まあ、そうでもないんですが、街灯がほとんどない、まあ、暗い道になってきますとですね、少し黒つぶれが気になるというところがあったかなというふうには思います。まあ、これはフロントはソニーセンサーを使っていて、前方の車のナンバー認識は白飛びしてなくて、ナンバー認識速度自体は高くはなっておるんですけれども、ただ関東圏にお住まいの方でしたら、まあ十分使っていただける不足のないデジタルミラーであるというふうに思いますので、こちら興味がありましたら概要欄の方にリンクの方貼っておりますので、ぜひ一度ご確認をいただけたらと思います。
それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。